皆さん、こんばんは、マーティンガーのミラクルボーイ、キングタクです。まあ、初めての日本、どんどん言います。はい。初めての日本、アジア初といえば、大阪の万博博覧会あったんですね。次で、まあ、3度目くらいですね。はい。大阪万博、2025年ですよ。新型コロナウイルス心配される中ですけども、はい。日本初のスクランブル交差点といえば、やっぱり、東京の渋谷区ですね。スクランブル交差点、アメリカのニューヨーク5番街のスクランブル交差点を参考にしたそうです。事故や渋滞が減ったことからそうですね。話題が広まってますね。はい。東京、渋谷もそうですね。熊本県もすごいですね。はい。熊本県の古街交差点ですね、実は。はい。日本一古い遊園地といえば東京都。やはり上野動物園、まあ博物館の位置なんだけど、動物園ですね。浅草の花屋敷が最初の初の遊園地。遊具施設として置かれたんですが、遊園地として再オープンしたそうです。楽しいですね。日本初のエレベーターは茨城県だそうです。古いですけども、快楽園の後部での休憩所に設置したそうです。いやー、おったまげですね。12階建てですよ。すごいですね。アイスクリーム1号店といえば神奈川県です。まあ、町田房蔵という方がアイスを食べたそうですね。まあ、アイスクリームっていう名前をしちゃったようです。コンビニ24時間営業は、実は初めてオープンし、日本初なのは、福島県にオープンしたんです。福島県郡山のセブンイレブン虎丸店だそうです。24時間営業ですね。ちなみに東京都は、1974年、東京都のセブンイレブン1号店、実はお台場の方にオープンしたそうですね。はい。多分違ったらすいません。はい。というわけで、日本初の〇〇でした。バイバーイ。